どうも、うかでございます。というわけでやっていきましょう。奴が来たみたいだぜ。ということで、瀬戸様がやってきたようだ。対戦だ、この野郎。ち、え、なに、下打ち？うお、ゾロゾロ、あ、ジョーのね。ゾロゾロ、ガン首並べて。あ、さあ、あいつをぶっ倒しちまえよ。やってやるんじゃないか。頑張ってやるか。おお、やってやるさ。ちなみに、生贄という概念はあるのかどうかわかりません。貴様の腕のようが、貴様の腕がどれほどなのか知らんが、こんなところまで来てやってきたのだ。せいぜい楽しませてくれるんだろうな。では行くぞ。さあ来い。やってやるさ、瀬戸様との勝負。カードを、新しいカードをちょっと見ないとですね。こうやっていちいちなんか探すのめんどくさいな。なんかさっき、デュエル勝つことができると新しいカードが手に入るんですね。だからそれをちょっと新しいカードどれだろうっていう、ちょっとやつ見て。どこだろう。ないかな。こう、なんか文字が明らかに出てるやつなんですけど、明らかに出てるっていうか、光ってるか、明るい色のやつは、もう、手に入れてるっていうことなんで、どれだろう？ちょっと待ってくださいね。あーと、これか、ゾーンイーター。250に、200じゃ弱いわ、攻撃力。残念ながら。あと他いるかな？なんか強そうなやつ。切り替えられそうだったら、なんか変えるわ。攻撃力とか防御力が高いやつ。あんまなさそうですかね。まあ、一回今のところでいけますか？あった、リトルキメラ。これは、あ、600、550は入れ替えましょう、何かと。あ、そっかそっか、600、ワイトと入れ替える。リトルキメラ。よし、OK。さあ行きましょう。他は特に関係ないのか。じゃあ行きましょう。おい。あ、カテゴリーで決められたかもしれないですね。変えられたかも。まあいいや。さあ行きましょう。瀬戸様との勝負。やってやろうじゃねえか。お、いきなり来たね、マタンゴ。よし、行きます。じゃあ、マタンゴを攻撃表示で召喚。あ、これ辺でいいや。で、それで、木星。で、ターンエンド。さあ、瀬戸様何を出す？ちなみに相手は見えないなってんだね。おお、いきなり、嘘、いきなり攻撃？あー、強い、グラップラー。1300？ いきなりかよ。ちょっと待って、マジか、俺そんなモンスターいたか。どうしよう。ワンチャンかけて融合って言って融合できそうですよ。あ、笑う花と、人食い植物、これは融合できるだろ。じゃあ、人食い植物と笑う花を融合。いけ！どうだ？ダメだったー！やばいやばいやばい！これはやばい！これはやばい！あー、守備表示できない。あー、これやられるな。できないんだ。これちゃんと勉強。やばい、何？うわー、なんてこった！強い！強っ！グラップラー、やばい！うわー！やべえやべえやべえ。やべえ、瀬戸様超強いんだけど。砂のサンドウィッチ。うわー！いきなり融合決めやがった。まあ、ああいうことですよ。ああ、くそ。俺は、やばい。俺はこいつを裏側守備表示で召喚だぜ。ちょっと厳しい、厳しい、マジで。で、太陽で。太陽、おい、守備表示。それで少しは攻撃、ちょっと回避しないとやばい。やばい、やばい、やばい。やばい、瀬戸様、強えよ。やめて、それじゃ勝てない。うわっち、2000のフォロー上がったでしょ、攻撃力。そういうことなんです。グラップラーの直撃、ギャーやべえやべえやべえ。やべえよ。やべえよ、この、あーくそ。もう一発かけるぜ。これで、うい。さあ来い。融合成功しろ。頼む。来い、何か。来い。来い。ダメだったー。しかも裏側じゃない。あー、やばいなー。うん。これやばいぞ、本当に。瀬戸様強い。こんな強いの？やばーい。ぐわー。やつめ分かってやがる。攻撃力が高いやつでダイレクトアタックすりゃいいって。うわー、強いー。うわ、マジか、ちょっと待って。うわ、炎の魔人。終わっちゃったよ。瞬殺じゃねえかよ。マジか、強すぎない、ちょっと。強瞬殺なんだけど。瀬戸様強俺、歯が立たなかったんだけど。うわ、負け犬が。悔しかったらもっといいカードを集めて俺に挑戦するんだったな。まさか。無理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 。強いよ。そんな、マジか、瀬戸様強っ、想像以上だわ。マジか。嘘嘘だ。しかも俺セーブしなかったからな、俺。やべえやべえ。ロード、あるか、データ。なあ、また最初からかよ。はい、ある程度戻ってきました。考えてみたらなんですけど、この後に、俺が、この瀬戸様と戦うみたいな言ってるじゃないですか。一番強いじゃない。きっと勝てるわよ。
そう、こうやってなんかあの言われるじゃないですか。次お前か？対戦しないよ先生、どうだろう。そうそう、これ対戦しないって。え、こんな、あ、そうそう、ならばどこがいいのだ。俺がいつも言うし、変わんねえのかよ。なんだマシのデュエル場か。な、結局俺やる羽目なんだね。なんだよ、がっかり。あのやら高島に、くっそー、感じ悪い。うん、わかるね。まあ、引かせるわけいかねえんだよ。そうだよ。俺あのやらへしっぱら、あ、へしっぱら、鼻柱へしおるんだよ。やべ、ちょっとね、何回かデュエルして新しい、一応カード屋おります。はい。カード屋で、調べてみたらカード屋でセーブができるようなので。いらっしゃい。ちょっと、じゃあセーブします。セーブしますか。はい。セーブします。メモリカードにアクセス中。セーブ中。オッケー、セーブ完了。で、デッキ編成。ちょっと電気見たいと思い、デッキ見たいと思います。やり直すたん、なんかね、どうやらやり直すとデッキが変わるようなんですよね。ちょっととりあえず、じゃあちょっと、よいしょ。新しく手に入ったシルバーフォングを入れ替えよう。他の何にしよっかな。太鼓の壺いらねえから、これで入れ替えよう。太鼓の壺とシルバーフォングを入れ替える。デッキ的にはいろいろ、ちょっと全体的に攻撃力重視で作ってます。現在進行形で言うと。まあこんな感じですね。だいたい、まあ500以上にはしたいなと思います、全体的に。最低でも。あとまあいろいろと、ここら辺低いな。ダンシングエルフか。そしたらなんか、500とかあったかな、防御力。攻撃力。ない。カバン。あー、なさそうだな。じゃああんま変わんねえ、やめとこう。ダメだな。ちょっと全体的に低いですから。ちょっと少し、いらっしゃい。カードショップって言うんだからカード買わせろよって話だよね。ちょっと店を出ましょう、じゃあ。ダメなのかな。ちょっと一応他、広場もう一回持ってみましょう。広場で何かあるかもしれない。デュエル場じゃなくて。そこで、祭りまだついてる。今、用はない。用ないのかよ。行かざるを得ないのか、そしたら参ったな。かといって、ちょっと神殿行ってみよう、先に。うん。神殿に何かあるかも。何か、なんかカード的な、あとは瀬戸のみ。なんだ、何？遅いですな。この大事な時に奴はどこへ行ったんだ。兵士様は飼いがられてる場合、度が過ぎている。奴の腕を兵士様は認めていらっしゃるようだが、まだまだ子供に過ぎん。ね、もう良いでしょう。そろそろ兵士様のところへ向かいましょう。なんだよ、思わせぶりな感じ。え？あ、終わり？じゃ、ちょっと王宮戻るか。王宮で何かカードとかもらえっかな。どうだろう。ウカ王子、戻ってこられたか。さあ、夜も遅くなりました。宮殿を戻ってくだされ。王子、どうしてもまだ遊びたいというのでしたら、私とカードで勝負いたしましょう。ただし、あなたが負けたらすぐに部屋に戻るのです。それなら王子は文句ありませんでしょう。大丈夫かな。一応対戦すか。まあ、セーブしたしね。行きましょう。行きましょう、カード。バトル！バトル！とりあえずこれどうなのかわかりませんが、やっていきましょう。はい、決定です。このままいきます。いやー、怖いな、とりあえず。やっぱ強そう。あなたにでカード教えたのは私ですぞ、とか、言ってたんでね。あー、強い、来た！お城ヒーロー、召喚！攻撃表示！よいしょ。じゃあ太陽で。ターンエンド！さあ、相手はどうする？なんだ？なんだ？攻撃表示まさか。おー、危ねえ、裏が。でも、防御力が高い可能性あるからね。それは警戒していきましょう。森は、獣戦士、昆虫、植物、獣が得意になるか。でも、こいつ、ちょっとな。確か、今出てるお城ヒーローは獣戦士とかではなかったはずなんで、ちょっとそれはやめておきたい。ホーリーパワー、こいつを、裏側守備表示で置いときましょう。木星守備表示。で、どうしようかな。お城ヒーローで攻撃。裏返し見せますか。どうだ。オッケー、余裕じゃん。オッケー。はい。さあ、どうだ。何か来るのかな。これは、余裕、様子見んのかこれ。お、攻撃してくる。なるほど、なんだ。骨ネズミ。残念、防御力が高かったっていうパターンで。よし。どうしよう。これいけるか。スーパースターと、プチ天使を融合。融合召喚できるか。ダメでした。太陽。じゃ、とりあえず、相手攻撃力が400だったらいけるかもしれない。ホーリーパワーを攻撃表示に変更。ホーリーパワーで骨ネズミを攻撃。よし、200ポイント。おい、で、プチ戦士でダイレクトアタック。オッケー、いいね。で、そして、お城ヒーローでダイレクトアタック。よし、いいぞ、流れ来てる、流れ来てる。いいよ、いいよ。はい。さあ、なんだ。
流し、いや、攻撃してくると見た、これは。ああ、違う、様子見んのか。なるほど。カエルスライムを攻撃表示かな？召喚。じゃあ、海洋性で。カエルスライムで裏返し表示モンスターを攻撃。全然弱いじゃん。よし、一応ね。お城ヒーローでダイレクトアタック。意外といけるかも。で、ホーリーパワーでダイレクトアタック。はい。で、プッシュしてダイレクトアタック。オッケー。余裕じゃん。これパーフェクトいけるかもしれない。もしかしたら。どうなんだろう。でも、ちょっとでも強いカード出たら厄介だしな。どうだろう。あー、様子見んのか。なるほど。ん？まあ、どうしようか。一応使ってみますか。森発動。さあ、何が来る？ネギルかな？なんか攻撃力上がったらいいですけど、何かしら。変わんねえかな、あんまり。いいや、とりあえず、カエルスライムで、裏返し表示モンスター攻撃。よし。はい、お城ヒーローでダイレクトアタック。あとは余裕ですかね、とりあえず消えていきましょう。あ、いけ、勝てる。あ、ギリ足りない、また。うるや。はい、プッシュしてホーリーパワーで攻撃。はい。よし、あとちょっと。なんだし、なんだよ、なんだよ。使用人全然弱えじゃねえか。これパーフェクト勝ちしちゃうな、これ。お！フュージョニスト。なんか強そう。あの、マンイーターのが多分強いからどうしようかな。じゃあねー。一応ちょっとこれやってみましょう。これで、おい。融合。できるか。ダメでした。海洋星。じゃあとりあえず、まあ余裕だろう。プチ先生、攻撃。オッケー！で、さらに相性が良かったから攻撃力アップで。さあ、とどめ刺しましょう。後ろヒーロー、とどめだー！オッケー。余裕じゃパーフェクトじゃん。普通に勝てたっていうね。よーウェーン。ありがとうございます。A 級だって。ウェザーコントロールっていうのが手に入った。やったね。なんだろう。ちょっと、後でデッキ確認しますか。まさか私が王子に負けるとは。あなた幼い頃にこのゲームを教えて随分になりましたか。強くなりましたな。いいでしょう。約束です。自由に遊んできなされ。私は何も言いません。あ、そうなんだ。ありがとう。何も言わないんだね、これから。わかりました。どうしようか。じゃあちょっと次回行きますか。ご覧ください。じゃあねん。